バンビは、ウォルト・ディズニー・カンパニーによるアニメーション映画。1942年8月13日公開のアメリカ映画、フェーリックス・ザルテンのバンビを原作とする上映時間72分。日本での公開は1951年5月18日。1955年に日本語吹き替え版が上映されている。アメリカ合衆国森林局の火災予防の ポスター舞台は北アメリカ大陸に主人公のバンビはヨーロッパの原作での小型のノロジカから北米の大型のアカシカに置き換えられている。続編はバンビに森のプリンス。自作ラテンアメリカの旅以降はオムニバス映画が6作制作されるようになり8年後のシンデレラまで長編アニメーション作品は現れなかった。映画バンビの劇場予告編。左から バンビ、フラワー、トンスケ、ある春の朝、森の王様の子供として、バンビが生まれた。バンビは、ことのタンパーやスカンクのフラワーと友人になり、またメスの小鹿ファリーンとも仲良しになった。夏、秋、冬と季節を経てバンビはすくすくと成長したが、その冬に母は人間に殺されてしまった。大人になった春に、バンビは、ファリーンと恋に落ちるが、 晩秋再び人間が森に押し寄せ、その夜キャンプから出た日は森を包んだ。妻のファリーンを助けたバンビは、翌朝川の中洲でようやく彼女に再会する。また年は巡り、ファリーンは双子を産み、バンビは森の王の地位を継いだ。バンビ森の王子、母親の愛情をいっぱいに受けて育ってきたため、甘えんぼな上、異性のファリーンに対しては緊張して声も出せないシャイな一面も、ある。 しかし突然母が殺され、しおれていたところを、森の王である父に悟されてからは、王子としての自覚を持つようになり、心身ともに見違えるほど、強くたくましく成長。他のおじかに迫られていたファリーンを、肉弾戦の上救うまでになるが、シャイで、ファリーンに押され、気味なのは相変わらずのようである。山火事が発生した時は、危険を顧みず森の仲間たちを救い出す。こうして、 立派に成長した彼は数年後父から大いを受け継ぐ。トンスケバンビと最初に親友になったこと。迷路で愛嬌がある。足を叩いて鳴らすのが特技。この特技は彼の子供にも受け継がれている。フラワースカンク。オスであるが、その名の通り花が好きで物腰が柔らかく少々女。っぽい性格。冬は冬眠しているため出番は少なめ。 初公開版では、花と呼ばれていた、ファリンメスの子か。バンビとは、対照的に、明るく人懐っこい性格。幼い頃から、バンビのことを好いており、積極的に接している。年頃の娘に成長した後、好きでもない別のおじかにしつこく言い寄られていたところを、バンビに救われたのをきっかけに、恋愛を成就させる。森の女王、バンビの母親。 美しく大変優しい性格で、息子であるバンビを愛情いっぱいに育てるが、物語の途中人間たちに殺害されてしまう。森の王様、バンビの父親で、森に住む生き物の中で一番長生きしているという、強く賢く勇ましい王者の名に恥じぬ貫禄の持ち主、妻なき後バンビを厳しくも温かく見守り、バンビが森の王の後継者として、 立派に成長していく手助けをしている。セリフは少ない。フクロウ作中の描写では、森の王様に次いで高齢なフクロウで、森の長的な役割を果たしている。つがいの鳥りがいなくずっと一人身であり、そのせいか毎年春になると来る恋の季節を、浮かれとうといって悲願でいるような節がある。この日本語版は、ワンワン物語と同時に録音された。 初公開版通算二度目の公開時より使用、ソフト版1952年に手塚治虫で描き下ろし漫画単行本として、鶴書房から出版された。2005年に約50年ぶりに復刻され、日の目を見ることとなった。復刻版なので、昔の金遣いのままである。2018年、アメリカ合衆国ミズーリ州。 ローレンス軍の裁判官は鹿の密漁者に対し禁錮1年の判決とともにアニメ映画バンビを月に一度鑑賞するよう指示した。ありがとうございます。